じゃあこんにちは斉高さん、はい、まあ、クライマックスシリーズが出てきてから消化試合っていうのは非常に少なくなってきましたよね、うん、昔はね本当に消化試合多かったですよね。消化試合ばっかりだったんだ太陽はまあなただ早く来てたよねもう9月ぐらいとか。いやもうこの頃には消化ゲームって言われてました。でも相手に失礼な戦いはできないじゃない、うん、もちろん。いやだって優勝争いとか、そうです、今ではクライマックスシリーズとかかけて、うんうん、A クラスをかけて戦ってるから、はい、だからその下がいい加減に戦うっていうことはない。まあそうです、ね、やっぱり一生懸命戦う。あとはタイトルがかかってる選手もいますし、まあもちろんね、個人タイトルとか、はいはい、ただそんな中今年は例えばセリーグでいうと、はい、ヤクルトだったり、はい、中日、まあ、でパリーグでいうと西武がもうちょっと消化ゲームに入ってきたのかなという感じで、はい、こういったチームっていうのはここからシーズン最後までどういうふうな戦いを見せていくべきなのか、どういうものをファンに見せていくべきなのかっていうことなんですけど、まあ、そうだな、課題があるじゃない、はい、まあ、例えば中日であれば、うん、ピッチャーの課題ってそんなにないんだよね、はい、まあ、新しい先発ピッチャーが出てきてくれるのかどうかっていう、まあ、試しと、はい、で来季どういうふうな布陣で戦うっていう、それはまあしっかり考えて使っておくべきだな、うん、例えばピッチャーでいうと新しい先発陣、あの松木平投手今年出てきて、はいはい、また今2軍に行ってますけれども、ここから9月っていうのはまたもう1回上げてきて経験を積ませるっていうのはどうなんですか。まあ、それはもうありだと思う、うん、まあ、ありだと思うし、はい、ピッチャーでやる作業っていうのはそんなにないよね、はい、中日は、うん、まあ、ある程度こう埋まってるし、うん、その中でピースが先発ピッチャーだったら2人ぐらい、うん、誰が使えるかとか、はい、まあ、中継ぎ陣だったらこのピッチャーは使えるかとか、うん、まあ、そういう試しでいいけども、うん、まあ、とにかく中日はキャッチャーを結局誰を主軸にするのかとか、はい、ファーストを誰にするのかとか、うん、でセカンド田中美希、うん、これ全試合出れないんだったら、うん、どっちをレギュラーにするかとか、はい、田中美希ともう一人誰かいるとしたらね、うん、でサード、はい、で石川昂弥なのか、うん、高橋周平なのか、うん、そうですよね、それだったらもうどちらかをファーストに持っていっとくと、でショートは村松なのか、うん、カリステなのか、うん、カリステないか、カリステ今そうですねもう外野ですねそうか俺はカリスのショートって好きだったけどね去年まではあったんですけどね、そうだね、だから村松でいいのか、うん、あと下にロドリゲス、いやそれだったら、うん、まあ、例えばいやドラフト1位で宗山行くと、ああ今年取って、いや俺さ宗山が来たらショートでも最初から絶対使うと、うん、そしたら村松をもうセカンドで使っとくと、その田中美希選手と併用にするとかってことですか、とか、はい、だからまあそういうことをやっぱこう先を見据えてやっぱりやっとかなきゃダメだな。あと例えば移籍というか新しく入ってきた組、山本選手であったりとか板山選手であったりとか川越選手っていうのもいると思うんですけども、こういった選手たちを来シーズンじゃあどうするのかっていうのは、そういうのはどう、まあ、それは編成がやれ。あ、そっか、それは編成か。いやだからそれは将来的に言って失礼な話、うん、レギュラーにはなれないよ。4番とか打ってたんですけど、あ、なんで4番で打つかとか分かるわけがないんだけど、ああそうなんですねいやそうか、2試合使ってな、そうなんですよ、あれだったんだけど、まあだけどもレギュラーにはなれない、申し訳ないけど、そうかね、うん、でライト細川、はい、センター岡林、岡林も持ちこたえたな、うん、そうですね、よくなってきたな、うん、でレフトカリステでいいんだったらカリステで、まあ、もう入る余地がないね、ブライト健太選手、いやだからそこに競争させるかどうか、いやそれはやっぱベンチ入りあと3枚ぐらいいるわけだから、はい、誰を布陣として入れとくか、うんうん、でショートは誰なのか、はい、だからそういうことだよ、うん、中日はだから消化ゲームって言ってもダラダラじゃなくて来季につながるようなことだよね、うん、はい、試しとこうかじゃなくて、うん、もうねレギュラーをもう決めていかなきゃいけない作業があるよね中日はね、はい、うん、でヤクルトの方は、まあ、来季塩見がどうなのかっていうこともあるし、そうです、いや塩見がもう戦力としてもう考えないんだったら、うん、あの 誰か本当に誰かをセンターにもうレギュラーとして据えていかなきゃいけないし、うん、でキャッチャー中村、はい、だ中村も怪我がちになってきた、うん、じゃあ中村の2番って誰なんだみたいな、内山なのか、松本、うん、とか小賀なのか、はい、っていうことも、もうしっかり決めていかなきゃいけないし、はい、だからオスナ、サンタナ、村上だけは決まってるよ、長岡と、はい、
だから他は山田をどうするか、そうですね、この成績でな、ずっと使い続けるのか、はい、それとも復活が見れるのか、とか、だからもうやることいっぱいあるよね、ヤクルトは。ですよね。あと今外野っていうと岩田選手とか、あと澤井廉選手とか使ったりもしてますけれども、このあたり、あと、まあ、並木選手帰ってきたんですけど、来シーズンじゃあどうなるのかな。あと西川春樹選手もたまに、だからね、みんながこう期待してるのはやっぱりレギュラー誰かっていうことなんです。そこです。レギュラーになれる人なのか、なれない人なのかっていうことなんで、で、まあ、パーツって言ったらおかしいけど、つなぎって言ったら失礼かもわかんないけど、そういう選手って結構いるんだよ、はい、単発でやるっていう、ただやっぱりレギュラーっていうのはいないから、固定で使えるような選手が出てくると大きいよな、それはな。大きいですよ、年間通して。安定感があるっていうことだから、だからそうだな、まあ、そういう選手はやっぱ見つけ出そうとしてるよね、あとはなんといってもピッチャー陣なんですけど、ヤクルト来季に向けた何かを消化ゲームで見せてくれるっていうのはちょっと難しいんですかね。もういや、投げれるのは下にいるかどうかだよね。難しい。下にいるんだったら上げて投げさせた方がいいよ、経験させた方が、はい、だけどそれに値しないような選手を投げさせたとしても、かわいそうなだけだから、はい、ある程度やっぱ投げるようなピッチャーじゃないと、上で投げさすと、とんでもないことになる。これ消化ゲームになっても下からのピッチャーが上に上がってきて投げてないってことは下にいないってことなんですか。いないんじゃないかなっていうような気がするよね。ああそうか。なんかこう、あの去年のドラフトで取った選手とか、例えば育成投手とかっていないんですかね。でも育成はやっぱ支配下にしないといけないから。そうかそうですよね。いや、いないんじゃないの。ですよね。この消化ゲームで出てきてないってことはそういうことなのかなっていう、そんなもう量も足りないんだと思う。ですよ。あと、まあ、ヤクルトに関してはその高津監督が来季監督としてこう采配振るのかどうかということも注目されているので、もしかするとコーチ陣とか監督陣がまた新しくなるので方針が変わるとか、そういうのもあるのかなとか、まあ、どうなんだろうな、まあ、そこら辺発表になってないからな、はい、まあ、全然わからないけども、でも継続するというような形でやらないと、やっぱチームっていうのはつながってこないよな。もう辞めるからもうどうでもいいやみたいな、まあ、そういうんじゃ困るしな。そうですよ、だけどそこでも一生懸命戦おうとしてくれてるし、ね、まあ、だけど新しい選手がなかなか上がってこないっていうのは、いないんだと思う。いないんですかね。そうでしょうね、きっとね。あと中日ヤクルトで言えば、中日は例えば高橋宏斗投手があの最多勝争いいけるんであれば、はい、ちょっとこう回すのを早くしてる。いや、そらそうだ。あと村上選手がホームランいけるんであれば、そこにファンは注目したりとか。まあそのぐらいしか楽しみないよね、そうなんですよね。もう、個々のタイトル争いっていう風になってきます、ね、な。あとサンタナと長岡選手も中日は、まあ首位打者、あとヤクルトは、まあ、首位打者、はい、最多安打とかね、はい、まあ、そういうのはあるけども、まあ、ここはなんか昔ながらの野球と変わらないですね。個々のタイトル争いに注目っていうのは、まあ、そうだな、まあ、そのクライマックスシリーズがあるから、A クラスにこう今いる選手たちはあんまりそういう言葉を使わないよね、タイトル争いとか、だけどやっぱり下になってくるとな、そういうタイトルがこう光ってくるというかね、注目され出してくるよな。ですよね。それは寂しいことだけど。あとはパリーグでいうと西武、まあ、西武な、ですね。西武はもう監督が誰になるかだな。もう、ね、誰使っててもいいよ、もう別に。もう今シーズン、でやっぱね、選手がいない、まあ、一番タイプで取ってる選手なのかとか、はい、ね、クリーンアップを打てるような選手で取ってるのかとか、やっぱ難しいな。ですよね。あとトレードで取った選手もね、だから源田とかね、外崎とか、やっぱこう味がある選手はいるよ、だから若手に誰がいるって言ったら、俺古賀しか魅力感じないもん、キャッチャーの、この子はやっぱ大きく成長してくれるといいなっていうような、はい、まあ後輩だからじゃなくてね、キャッチャーとしての資質も感じるし、なんかチームを支えてくれるような将来のリーダーになってくれそうな、はい、まあ、そんな感じの選手かなっていうふうに見てるから、あとはやっぱこう本当にテコ入れしていかないと。そうですよね。困るぞこれ。
確かに、まあ、野手そうですし、あとまあ投手王国になったんですけど、その消化ゲームの中でピッチャーの何か楽しみを見出せるものっていうのはありますか、投手陣の。やっぱ高橋光南、今井、平、竹内、隅田、うん、これ全員10勝できるよ。本来そうですよね。5人だろ、うん、5人で余力があったらこれだけで60勝できる。そうですね、ここからの60勝、70勝ですよね。ここから消化ゲームでこのピッチャーたち、まあ、平投手あれですけどがもうずっと連勝していくっていうのは、そんなことしたって来季には繋がらない。まあそうですけど、見てる方はファンとしては楽しいですか。どうなんだろう、まあ、ファンはね、うん、本当に応援してくれてるから、うん、それは勝ちを届けてあげるっていうのが一番いいけどもね、うん、まあ、来季の構想を考えると、じゃあ平が中継ぎでいいのかとか。そうなんですよね、平先発戻さないのかとか、うん、今一勝したってファン喜ばないよ。来季どうして戦ってくれるかっていうのを見せてあげた方が、うん、多分嬉しいと思うな、負けても。たとえ負けたとしても、負けたとしてもね、いや来年こういうような形でね、うん、頑張るからって、まあそういう感じだな。そうですね、まあね、本当にクライマックスシリーズが出てきた分、消化ゲームは昔よりかは減りましたけど、どうしてもやっぱ5位、6位になってくるとゲーム差ね、がっつり離されてしまって。オリックスはね、3連覇してたでしょ、はい、やっぱね、そのね、反動が来てるな。オリックスも正直、私は A クラス、いやいや、それはチャンスはあるよ、うん、チャンスはあるけども、中島監督のやり方を見てると、うん、やっぱ若手を使いながら勝ってやるみたいな、うん、はい、そういう息を感じるんだよね。あ、じゃあだから横山使ってみたりだとか、はいはい、北を盛んにずっと使って、うん、大里とかも使ったりだとか、うん、まあいろいろしてたけども、まあ、若手にしたって山下俊平太をしつこく使ったりとか、うん、ね、まあいろいろこう若手をやりくりしながらやってるよ、うん、もう、まあ、いわゆる来季を見据えてるっていうことですか。そうだからね、今年はね、やっぱね、反動としてしょうがない、うん、そらね、勝つって大変なことなんだよ今、はい、で3連覇したそれはもうね、名監督だよ、うん、ね、ほんでその中で吉田、はい、山本、うん、山崎、はい、幸也、うん、抜けてんだから。そうですね、いないですよね。その中でやっぱね、選手も疲れてるって、うん、かなり、はい、それでも頑張らなきゃいけないんだけども、うん、だけどまた新しい力を、種をやり、はい、水をやり、うん、花を咲かそうとしてるから、はい、まあ、来季楽しみだ。で一番こう来季を思わせてくれるような戦い方してるのはオリックスの中でも。そう、いやだから大したもんだよオリックスは。すごい、やっぱ中島監督、まあ、それだけ中島監督もそうだけども、うん、やっぱ選手もそれだけ取ってるって。スカウト陣、スカウト陣が優秀だわ。すごいですね。そりゃ横山だっていい体してるもん。ああ、そう、ああそうなんですね。それとやっぱ宮城のコメント、はい、いや今日は横山君に助けられたみたいな。うーん、ね、その前の日はエラーしてたんだよ、はい、曽谷が、はい、ね、いや横山君を助けなきゃいけないと思ってみんな必死で一生懸命、いやだからみんな必死にやっぱこう若手をね、後輩を意識しながら育てようとしてる雰囲気があるんだよ、やっぱあそこは。いいですね、いやだからいいなと思って、オリックスは来年期待できるなと思うのはそういうところだ。じゃあ今シーズンあんまり無理しなくてもいいよ。もうこうなったら、うん、でそこにもし A クラスっていうところがついてきたら、あ、ラッキーだ。いやすごいと思うよ。そうですよ、ね、いやそれはすごいですよね、うん、だから俺 CS 行ったら勝つかもかな。お前山下俊平って半端なくなってるよ。最大の下克上になってきますね、こうそうなったら。4連覇しちゃったり。いや4連覇じゃない、じゃないですけど、何クライマックスシリーズも勝ち上がっていっちゃって、いやもうそりゃそうだよ、日本シリーズ出てたみたいな、まあ、それはないけど、ね、それはないですか。 そこまで都合よくはいかない。そうか、まあ、まあそれぞれのチームのチーム事情というのもあるでしょうけど、はい、ちょっとね、推しのチームが消化ゲームになってしまったというファンの皆さんは、それぞれ来季につながるような、お、今年西武は推しのチームだったからそうですよね、こんなことに。本当やな。ただここからでもね、十分にファンの方を楽しませるとか、はい、期待を持たせる試合っていうのはできると思うので、はい、ぜひそういった試合を見せてほしいです。